お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯はホッケチャーハンでございます。いつもだったらね、ホッケをね、半分にしてね、焼いてね、出してたんですけど、今回はね、身をほぐしてね、それで、チャーハンにしてみました。でね、魚臭いのでね、生姜とニンニクを使ってね、臭みを消しました。だからね、結構ね、パラパラ感もね、最高でございます。で、こちらね、右側の方は、今回は水餃子を作りました。今回ね、市販で買ってきた餃子なんですけど、今度ね、時間がありましたら自分でね、餃子作ってみたいと思います。皮とかね、具もそうですけど、皮も自分でね、材料とかもね、知ってますのでね、やっていきたいと思います。お酒は焼酎のサイダー割りでいきたいと思います。はい。で、告知は特にございませんが、サブチャンネルの方でね、この前ね、阪神タイガースに移籍になりましたね、2人の選手をね、あげたいと思います。もう一つは、ファイターズのね、選手が引退会見されたのでね、その方もね、直筆サインカードを持ってましたので、それのことについてね、それのね、出したいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。